痛い足が痛い HKT48 の福岡撮影中こんにちは HKT48 の坂井萌香です。北川ひいろです。今回は福岡の県立高校の一つ浮羽工業高校にやってきました。浮羽工業高校がどんな学校なのか実際に潜入して体験してもらいたいと思います。体験系ですね。楽しみ。それでは行ってみましょう。 GO! 福岡撮影中。学校の紹介をしてくださる吉田先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では突然ですけれども、北川さん、はい、今日ここまで何に乗ってきましたか？車に乗ってきました。はい、そうですね、はい、でその車はどこを通ってきましたか？道路。正解ですね。はい、じゃあ次、酒井さん、はい、スマホお持ちですか？持ってます。はい、じゃあそのスマホを動かすために、はい、充電するために必要なものは何でしょう？電気。はい、そうですね。今言った車であったり道路で橋も通ってきましたよね。それから電波、電気、これないとどうなります？生きていけないです。生きていけないですよね、はい、その生きていけないものを含めたものづくりを、作るための技術の未来の技術者を育成するのが工業高校になっています。なんかすごい久しぶりに授業を聞いたみたいな感じでね、すごいわかりやすくて。先生です。はい、先生です、はい、先生です。どんな学科がありますか？はい、本校は5学科ありまして、まず、建設系の建築科、環境デザイン科、機械電気系の機械科、材料技術科、電気科、この5つの学科があります。それぞれ、講習分けもさらにしていますので、さらに専門的な学習ができるようになっています。中学生はなかなかこの語学科を入学の時、3年生の時に選ぶのって大変じゃないですか。なのでこの系、2つの系をどちらかを選んで、入試に臨んでもらって、入学すれば1年生の時にこの2つの学科、3つの学科の基本的なことを勉強して1年生の終わりにコースを選択するということになっています。もちろんあの部活の方も工業系がいっぱいあるんですけれども、昨日行われました福岡県、ロボット競技大会において香港のロボット研究部がダントツの1位で優勝をしました。で、ここでクイズです。はい、そのロボットのに名前がついているんですけれども、お花の名前です。キノコ。キノコ。花じゃないか。サザ？サザンカ。はい、そうですね。で、この花言葉が、はい、困難に打ち勝つという名前が意味があります。で、うちの学校も7月に水害、豪雨災害に遭いまして、学校ちょっと大変だったんですけれども、ピンチをチャンスに変えながら、困難に打ち勝っていこうかなというふうに思っています。今日は、建築科の建築施工コースと、環境デザイン科のインテリアデザインコースをお二人に体験してもらいたいと思ってます。楽しみですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。福岡撮影中。建築科の実習室へやってきました。やってきました。ということでここにはお家もあるみたいで、はい、すごい、すごいですね。ありがとうございます。こちらが住宅の実物大の模型になっています。すごい、はい、でこの部屋では建築科の実習棟になっていて製図等も行っています。で、この実物大の模型が関わる建築施工コースについてですが、建築施工コースでは現場監督や職人として将来活躍できる人材の育成を目指しています。そのために木材加工技術や建築施工の基本的な技術の習得を目指しています。将来の進路としては就職する生徒がほとんどなんですけれども、大学や専門学校に進学することも可能です。最近では大手ゼネコンや大手工務店に就職する生徒も多くいます。今から実際に木材加工の体験をしてもらいたいと思います。嬉しい。ちょっと頑張りましょう。福岡撮影中。
実は今2人の目の前にあるこの、はい、構造体なんですが、これは屋根の一部分で国家資格である大工技能検定3級の課題でもあります。それでお二人にはこの柱といわれる部分のほぞといわれる部分の加工を今からしてもらいたいと思います。はい、あ、私来ました。え、むずっ。お、結構私今出るかも。あ、すごいスムーズ。え、すごい、結構足が痛い。足が痛い。あ、もうすぐで。どっち行ったらいいですかね。もう、あ、来た。あ、来たけど何か、はい、見たことのない何かがある。なんだこれ。あ、私も見たことない何かが。なんかどっちもで同じことになってる。お願いします。ドキドキの瞬間。お、あら。え、割りかしハマってます。すごい。ハマってます。やった。やった。やった。見た目はちょっとあれだけど。いけ。おおお、あ、苦戦してます。ということで今回の勝利は酒井さんです。やったー。やっぱ汗かいて作ったから。入り、その最後まで入らなかったっていうところもそうなんですが、はいはい、この時のこの墨の部分が一直線になるように、はい、ならないといけないんですが、ちょっとそこの部分が酒井さんの部分はこう入った時に、はい、線が一直線に、はい、なっているので、嬉しい。ここの部分かなと。勝ちました。悔しい。どうしてこの高校に入学しようと思ったんですか？僕はもともと建築に興味があって、将来建築現場で現場監督として働きたいと思い、この高校で、まあ、専門的な知識や技術を身につけて、さまざまな資格取得に挑戦したいと思います。じゃあ、それではこの学校の魅力とは？まあ、実習内容がその先ほどしていただいた木材加工だったり、その図面を描く製図と言われるものなど、まあ、内容がとても充実していて、将来に役立つ内容が多い。将来の夢というか何したいとかあったら教えてください。僕は建築会社に就職して建築現場で現場監督として働くことです。自分もそうなるんですけど、現場監督として働くことも興味してます。え、あの兄弟ですよね、はい、ですよね。もし同じこう現場にってなったら、どっちが現場監督に？僕はちょっと積極的にやりたいです。ちょっと負けないように。いや、もう僕も負けずと。すごい、はい、バトルです。バトル。撮影中。続いてはインテリアデザインコースの施設へやってきました。行きました。先ほどとは違って、はい、さっきはたくさん木がいっぱいあったんですけど、ここにはたくさんパソコンがありますね。はい、ここインテリアデザインコースでは、デザインの専門技術、そして、造形力、プロダクトデザインの技術を習得するような実習を進めています。インテリアデザインコースの進路なんですけれども、このコースの名前の通りに、インテリア、まずはインテリア、家具のメーカーさんに就職をしています。それからデザインの方では専門学校に進学をして、本格的にデザイナーを目指すような生徒の育成が進められています。すごい、デザイナーさん、うん。では、今日は実際にここで、インテリアのデザイン、ワンルームのカラーのコーディネートを体験していただきたいなというふうに思ってます。センスが問われますね。これで、こちらの色
内装をですね、内装と家具のカラーをつけていってもらいたいと思いますので、じゃあ制限時間を、10分で短い、お願いします。はい、はい、じゃあ用意スタート。急に始まった始まった。思ってたやつができてない。こういうの。じゃあそこまでで、終了でお願いします。はい、私のタイトルは黄色の黄色です。はい、私の名前黄色っていう名前なんですけど、絶対に黄色ちゃんって聞き間違えられるんですよ。だからちょっと黄色を基調にしたお部屋にしてみました。タイトルとあの、はい、まあ、カラーがすごくあの合ってるので、めちゃくちゃいいデザインだと思います。お、めちゃくちゃいい、いただきました。私の作った作品は内見に行きたくなる家具付き物件。なんか最近やっぱ物件サイトとかでもよく見る一部分だけ打ちっぱなしコンクリート、あとそれにぴったりの窓はブラインドで、色味も全体的に落ち着いてて結構現実的な作品だと思います。勝者は酒井さん。やったー嬉しい。酒井さんのやつはソファーとあのラグの質感を、はい、あの統一させているところとか、全体的なこう色合いですよね、うん、結構黄色とかピンクとかって面積が大きいところになると目がチカチカしちゃうことがあるので、でも私このお芋さんのこの色合いを見た時に負けたと思いました。すぐお二人はなぜこの学校に入ろうと思われたんですか？私はもともとものづくりが好きで、まあ、この学校だったらたくさんものを作っていけるんじゃないかなと思ってこの学校にしました。私は資格をたくさん取ってジュニアマイスター取得しようと思ったからです。11個取得しました。高校3年間でですか？すごい、そんなに。そういうのも含めてこの学校の魅力だなと思うところを教えてください。この学校ではもともと入学した時と違う進路っていうか、その学科を選べて、自分ももともとは建築の方に行こうと思ってたんですけど、とデザインの方に魅了されてデザイン科に入りました。確かに最初に決めたのじゃなくてもこれやりたいって思ったらいけるっていうのはいいところですね。インテリアデザインコースは、はい、家の間取りやデザインを考えるだけでなく、3D プリンターで表札を作ったり、手作業で家具を作ったりして、幅広く勉強できるところがいいところだと思います。確かに表札から家具まで、それではお二人の将来の展望とかがあれば教えていただきたいです。私は、まあ、広告デザインの、まあ、会社に入って、まあ、ゆくゆくは、まあ、フリーランスとして働いていきたいなって思っています。私は資格取得を通して身につけた粘り強さを生かして仕事をしていこうと思っています。かっこいい。10個も取ったらやっぱり、いや絶対粘り強すぎる。何でもできる多分この先。豪華撮影中。なんか久しぶりに授業を受けたみたいな感じがしてすごい楽しかったです。やっぱりノコギリはあの感じが久しぶりで、想像以上にできなくてびっくりしました、ね、でもなんか学生時代よりはなんかできた気がする。あ、確かに。ということで福岡県では就職や進路選択のための魅力発信セミナーを開催しています。第一線で活躍されている技術者による講演や個別相談会も開催予定です。詳しくはこの動画の概要欄にある魅力発信セミナーをご確認ください。はい、はい、ということでヒーローちゃんは勝負に負けてしまったということで、負けちゃった。無茶ぶりモノマネを、片方だけ裏表反対に履かれてしまった靴下のモノマネです。ちょっとよくわかんないな。いきます。逆ちょっと